さあ、ランサの会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。先日のアップデートで勝利システムと方向システムというのが追加されたと思うんですけども、一応アップデート情報という動画でどのようなシステムなのかというのは説明させていただいたんですけども、ちょっとどう手をつけていったらいいのかわからないという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。実際僕もこれどうしたらいいんだろうな、とりあえず置いとこうっていうことで触ってなかったんですけど、まあ、ちょっと時間が空いた時にじっくりと読み進めて、一応方針だけは固めさせていただいたので、育成こうやってやっていきますよという提案をですね、今からさせていただきたいと思います。でなぜそのような考えに至ったのかというのも同時に伝えさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。でまず方向システムなんですけども、左から弓、扇、剣、盾というふうにありますよね。ちょっと弓から見てみましょうか。でこんな感じで主君負荷で体力とか攻撃力、あと武将負荷で攻撃力とか攻撃速度が上がるというふうになってますよね。で内政負荷というところで金銭取得割合が 12% アップということになってます。なんでこの内政負荷っていうのはとりあえず置いといて、主君負荷と武将負荷に注目しながら話を進めていきたいかなと思うんですけども、今連度1を星6まで上げました。でランクアップがこの吸収石が10個あればできるという状態になっております。あとこんな感じで、混浴も使うと、さらに宝珠もいるということでね、結構宝珠を使うシステムだなというふうに思うんですけども、ここの連動2にするとこの武将負荷の弓系武将の攻撃プラス 5% この恩恵が受けられるようになるということですね。で他のところを見ていきたいんですけど、この扇に関してなんですけどね、ここ武将負荷のところの一番下連度6を解放した時に受けられる恩恵というのに注目してもらいたいんですけども、全ての武将のスキルダメージプラス 5% とありますよね。これねめちゃめちゃでかいと思うんですよ。その1人の武将でプラス 5% だったとしてもちょっと無視できないなっていうぐらいの数字だと思うんですけども、全ての武将ですからねのスキルダメージがこれだけ上がるということですと、ここをねとりあえず目標にすべきかなと僕は思いました。なんでまだ僕この扇の行為一切手つけてないんですけども、ここをね上げていったらいいんじゃないかなというふうに思います。でもう一つがですね、ここ、盾ですね。盾のこの言うたら武将負荷のところを見ていただきたいんですけど、一番下全ての武将のスキルダメージ軽減プラス 5% とありますよね。これでかいですよね。この2段階目連度4解放した時の盾武将のスキルダメージ軽減プラス 5% とあるのと、これ、重複するかどうかって言ったらちょっとまだここまで進めてないのでわからない部分はあるんですけども、もし重複するとしたらスキルダメージ盾武将に関しては 10% も軽減できるということになってるんですよね。なんで2段階目としてはこの盾の行為を上げていくんがいいんじゃないかなと僕は感じましたね。ここの扇でスキルダメージの方がやっぱり優先かなと、防衛よりも攻撃頑張りたいという人の方が多いというふうに思いますので、で特に神技とか馬とかが完走してるレベルの方でない限りなかなか防衛でねトップ張るっていうのは厳しいですから、かたや攻撃だとそこまで育成が進んでなくてもなんとかなるケースもあるということなので、まずはこの扇を育てて、で次にこの盾を育てて、次はこの剣にするのか弓にするのかっていうのは今後どのような武将が出てくるか分かりませんけども、使ってる武将で決めるんがいいんじゃないかなと思います。例えば地上戦なんかで呂布を使ってるということでしたら、この剣系の、行為を上げるんがいいんじゃないかなと思います。剣系武将の攻撃プラス 5% とか言うんだけだったとしても、その呂布の弓形態とかだったらここで攻撃力が上がるんじゃないかなと予測されますんでね、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。で全体的に上げると主君はかなり強化されるということになってるんですけども、攻撃とか体力とかしか上がらないということなんですね。攻撃速度あるかな、攻撃速度すらないということになってますよね。なんで
スキルダメージとかが上がってくれないということになると思うんですよ。この武士、全ての武将というのに主君が当てはまるかどうかっていうのは分からないんですけど、なぜまあどれを上げても主君は均等に強くなりますよということではあるんですけど、神器が装備できない主君を今後使うのかと言われたら、ある程度武将が揃ってきたら外さざるを得ないのかなというのが僕の感想ですね。なんでとりあえず動画でね、しくったーって言ったんですけど、この弓を上げたというのは個人的には握手だったかなと思っております。やはりまずは扇なのかなということで、どれ上げたらいいんだろうっていうことで迷ってる方いらっしゃいましたら、こちらを上げていただけたらなと思います。で、行為のいいところっていうのは、この上げたら上げた分だけ損しないっていうところなんですよね。行為とまあ比べられると言ったら勝利になると思うんですけど、ここを上げた時って、これ予想ですけど、おそらくこの上げた勝利のこの効果ですね、フィールド上の優遇、勝者、戦場の攻撃を 6% アップさせるってありますけど、これ月影を出陣させてなかったら効果っていうのは発揮されないんじゃないかと予想してるんですよね。ここら辺もどうなのかというのは後に検証していきたいかなと思うんですけども、おそらくそうなるんじゃないかなと思います。ってなった時に、この勝利を一生懸命上げたとしても、その武将がスタメン落ちした時にかなり資源が無駄になってしまうということになるんですよね。で、まあそれを踏まえた上で、じゃあ勝利誰を上げていったらいいんかなっていうところなんですけども、もちろんね、使う武将を上げるというのが当たり前になってくると思うんですけども、地上戦なんかでやってる方と、やっぱり先行なんかでやってる方で上げる勝利っていうのは変わってくると思うんですよね。で、僕が注目したいのはこちらですね。旅網の勝利、フィールド上の友軍、東巡兵、泥棒、豚光兵、狼の攻撃力を 6% アップさせるとありますよね。で、ここで、勝利、ここの、先行機が今ちょっと足りない状態になってるんですけど、これを40貯めて解放すると、この勝利スキルレベル1っていうのがですね、まあ、適用されるということになると思うんですよ。で、ここまで上げると勝利スキルがレベル2まで、で、ここまで上げると勝利スキルがレベル3までアップ可能ということになってるんですけども、じゃあ勝利レベル3上げると、3まで上げるとどのぐらい恩恵が受けられるのかっていうのを確認したい場合は、図鑑の方を見ると全て載っております。で、この図鑑で両毛のところの勝利を見るとですね、はい、勝利スキルレベル3、フィールド上の友軍、東巡兵、ヌスト、トンコ兵、狼の攻撃力を 25% アップさせる。これでかくないですか？ 25% ですよ。 25% 言うたらね、もう言うたら今までの4匹で5匹分ぐらいの攻撃力を発揮するということになるんですよね。で、施設の耐久値っていうのがかなり上がりました。で、この兵で施設を壊していくっていうのはちょっと現実的じゃないなというレベルになってきたんですけども、普通にね、先行とかやろうと思ったら、例えば月影先行で相手援軍がフルで入ってるぐらいの状況でないと、なかなか3枚取れなくなりましたね。一応僕いろいろ模擬やってみたんですけども、そのいわゆるカンストしてる人たちですね、そういった人たちからその月影先行、しかも援軍がたっぷり入った状態でっていうことでなければさらち取れないんですよね。結構僕悩んでます。なんでそうなった時に、じゃあもうこの旅網ですね、旅網を使った通常先行と呼ばれるものですよね、それに切り替えていった方がいいんじゃないかという結論に至りそうな感じがしてるんですよね。まだ僕画量諸葛を持ってないので、それを手に入れたらどのようにその月影先行とかハイブリッドがね楽になるかっていうのはわからないんですけども、アップデートで施設の耐久値、攻撃力が上がったり、あと中トンでの上昇値っていうのが上がってしまったせいで相当厳しくなってるんじゃないかなと思います。さすがに今は地上戦が有利なんじゃないかなっていうレベルだと思うんですけどね。そんな時に活路を見出すために、とりあえず旅網を育成、この勝利っていうのを上げていこうかなというふうに考えております。で、転移を外して周りの施設をがっつり壊して、で、旅網で壊し損ねっていうのを壊した上に、この兵でしっかりとその施設を最終的に壊していくっていう、
従来の選考に戻していきたいかなというふうに考えてるんですよね。っていうか運営さんの意図もその辺にあるんじゃないかなって思えるぐらいなんですよね。そのぐらいこの旅網の勝意っていうのは他の武将と比べてかなりいいのがついてるというふうに感じてるんですよね。じゃあ他に誰そしたら勝意をあげるかって言われた時結構ね微妙なんですよね。この月影の場合だとその奥義武将の体力を上げるとかですね、まあ体力はあるに越したことないですけど最重要事項ではないですよね。やっぱりスキルダメージとかが一番重要かなと思うんですけども、ここだったら、奥義武将の攻撃力をアップさせるとかね、ここだったら、そうですね、全ての兵種の体力を 10% 上げるとか、なんか微妙なんですよね。文王にしてもこの弓騎兵と弓矢兵の体力アップとかね、まあこの弓系武将の攻撃力を 15% アップ、これはまあまあこの文王は強化されるんじゃないかなと思いますけども、全体的ではないですし、弓武将が今のところ文王ぐらいしか使える武将がいないということになってるということなんでね。でここになると、フィールド上の敵の体力を 12% 低下させたり攻撃速度を低下させたりっていうことで、これも先行するにおいてはちょっと微妙かなっていうような内容になってるんですよね。なんでそれは上げとくに越したことないのはわかるんですけど、そこまでこうめちゃめちゃ上げたいなというふうな魅力を感じないということになってるんで、そうですね、将校はどうだろう。将校もそうですね、弓矢兵かと弓騎兵ですねを上げるということで、自身は一切強化されないということになってるわけなんで、ってなったらじゃあもう両方育てようかなというふうに思ってるんですよね。まあこの勝利っていうのもなかなかそのアイテムが手に入らないので育成も進めていきにくいところはあるんですけども、とりあえずこの先行期ですかねが40溜まったらこの旅網をじわじわと育成しとっていこうかなというふうに思っております。まあちょっと冒頭で言いましたけど、勝利の場合は使わない武将を上げてしまった場合まるまる損になる可能性があるということなんで、ここのところちょっと迷いどころかなと思うんですけども、先行とかあと月影先行でハイブリッドなんかで苦戦されてる方はですね、ちょっと頭の片隅に入れといてもらって、ここら辺のを伸ばしていくというのも選択肢に入れとっていただけたらなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ一応この全くどう進めていったらいいかわからんという方に対してはちょっと有益な動画作れたんじゃないかなと思うんですけども、そんな分かっとるわという方にとっては当たり前の動画だったのかもしれないですね。まあ何せ今防衛が硬くて苦しんでる方多いと思うんですけども、防衛のこの伸びしろよりその攻撃火力面での伸びしろの方が今のところ多いということになってるんで、とりあえず育成を進めてみんことには今回のアップデートが壊れだったかどうかっていうのは判断しにくいところはあるんですよね。現段階ではおいおいむちゃくちゃ片してくれたなというふうに思うんですけども、全て上げ切った時にはちょうどいいバランスになってるということだったらですね、数ヶ月でだいぶ状況は変わってくると思いますのでね、諦めずに育成コツコツお互い頑張っていけたらなというふうに思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。